どうも、スネコです。今回も、もも姫プリティダービーやっていきたいと思います。里のダイヤモンド編、パート2、通算パート、パート17ということで、なぜか馬娘を噛んでしまうっていうね。まあ、噛んでしまうっていうか、なぜか、なんか最初にね、まあ、詰まってしまうというね、謎がね、あるんですけど、まあ、里のダイヤモンド編、パート2ですね。はい。前回までで、メイクデビューまでの12ターン終わったわけなんですけど、なんとスピードがいい、賢さもいいということでね、E ランクが2つもあるよ、この時点で。いい感じがしますね。ただ、その代わりとっちゃ根性が足らないような感じがしますので、まあ、根性も、まあね、上げていきたいなって感じで、今回も12ターンやっていきます。で、ローテーション。まあ、今、現在8月後半にね、G3 ですね。G3 のデスク回れてるんですけど、それまでに、ちょっと、根性を上げていこうかなと思います。失敗率これは、休みましょう。お休みです。びっくりしたね。賢さ12。スタミナ11。根性上げよう、根性。根性どこしか上がらない。どうしよう。あー、もう上げてしまおう。根性もね、あまりないとなんか、またダメですよとかね、なんか言われそうなのね。絶好調。スタミナも E プラスにしたいですね。あーっと、コインが足らん。あ、待って、体力回復あったじゃん。使ったよかったね。もう使いましょうか。はい。グッズしよう。ではもう一丁トレーニング、根性トレーニング。さあレースがやってきます。レースですね。根性が怖い、根性が少ないのが怖い。スタミナもなんかあの F プラスじゃないのが怖い。サード賞ナイトロ、能力詳細、そうか、長距離もいけるんですね。で、G3 のレースは、マイル。マイルですね。マイルは、短距離と中距離の間なので、まあ、そこまで距離が短いのかな。で、1600、まあ、400メートル単位なので、まあ、ちょっとこれ取ってみましょう。まあ、まだこれしか取れないかな、今のところは。では、レッツゴーで。オープン戦おすすめされてますけど、D3 です。さあ、1番人気ですね。なんか、もしかしてまだ F プラスでもいけるかな。さあ、D3 出ましょう。メイクレギュンからのね、レースが D3 です。オープン戦通り越しましたよ。さあ、D3、新潟。ジュニアステークス、フィバー1600メートルです。さあ、スタートだよ、スタート。よーし、スタート OK! 4倍速でお届けします。いつも通りでーす。シネコのいつも通りでーす。さあ、現在5番手の息。残り1000。8着。残り6着に差し掛かろうとしているところでスキル発動します。さあ、追い比べ発動。現在4番手の息、3番手の息と上がっていってます。さあ、1番手に上がってきたぞ。1番手上がってきたよ。どうだ。でも待って、なんか大丈夫か。おー、いけそうですね。あった、G3だ。G3だ。やったぞー、やったぞ、 D3 だー。 D3 ですよー。まずね、まあ、下から順番買っていきましょう。さあ、 D3 勝利。新潟ジュニアステークストロフィー獲得でーす。69分の18、まだまだですね。わあ、ポイント1マックスだったね。これでブロンズクラスにランクアップ。あれ、まだデス2戦目だけど。一気にブロンズいっちゃった。やったぞー。育成グッズ追加。
筋トレレベルアップ、スピードアップ、パワーアップ、さあ行きましょう。じゃあこれはもらっとこう。スピードスピード、ブートキャンプのやつもらっときましょうか。まあもらっときましょうかって言ったけど、まあ買うんですけどねなんかいつも何もらっときましょうかとかね、なんか言ってしまうんですけどね。さあ、まあ根性が足らない、スタンダー 20%、 あー 20% はしない子はちょっと挑戦しますね。あの 10% でも怖いと思ってるからねその子7ターンですね。どうしよう、もうわかんないや話をスリップしてるからわかんなくなってくる。さあスキルポイント使えませんね。じゃあ行きましょう。今回はオープン戦です。 G3 出た後にオープン戦です。オープン戦は飛ばさせていただきます。スキップですね。1着、よーし、安定の1着です。さあポイントゲット。シルバーにはまだですね。買っていきましょうよ、頑張りましょうよ。 A ランク目指そう、 A ランク以上目指そう。育成グッズ追加、もうまたまたレースまあ G3 出ようか。 G3、 そうだな、なんか G3 出ときましょうか予定を変えて G3 に出ます。さあ G3 だG3 のところを出てるよ。でもまあ G2 出たいな。さあ G3 サウジーラビアロイヤルカップ東京芝線の 100m。 さあ行きましょう。スキル取ってないじゃ大丈夫かな。オッケー、スタートは大丈夫です。これ4倍速で音ゲーにします。残り1200、 1000m 通過、残り 800m、 現在9番手です。さあ最終カーブ、最終コーナー曲がってきましたが、現在9番手追い比べ、400通過、8位、大丈夫か。6番手、5番手、5番手、おーっと、大丈夫か。おーおー、どっち、え、どっちだ、どっちだ、頭、おー、勝った、頭頭さ、GG でしたね。でも一着ですよ。危なかった、サウジラビアロイヤルカップトロフィー獲得69分の19、ポイントゲット。さあどんどんね行きましょう。アイテムゲットでレッツゴー。いや、よかったよ、一瞬ヒヤッとしたよ。シネコは一瞬ヒヤッとしたけど勝ったね。育成グッズ追加、ありがとうございます。なんかヒドレベルも上がりましたね、ヒドレベルがね。スピードアップ、賢さアップ、早手文字、賢さ、根性、賢さほいほほい、いっと賢さが上がってきましたね。さあちょっと休んだ方がいいですよね、さすがにね。休みましょう、お休みです。残り4ターン。賢さアップで、レースが、シネコは勝負はしない。シネコ勝負はしない。さあ、プレオープン。ただですね、どうしようかな。レースより、トレーニングした方がシネコはいいんじゃないかと思ってるんですけど、そうやね。ちょっと11月前半のこのオープン、プレオープン戦ちょっとスルーしますスルーします。スルーして、今あの F プラスになっちゃう F のものをやっぱ怖いのであげます。あー、はいトレーニングします。
パスギョース。スタミナ4アップ。じゃあこれで、スタミナが F プラスになりましたね。はい。で、ポイント。スキルポイントを、長距離直線丸とかありますね。まあ、これはあれだな。中距離。中距離の方を取っとこうか。中距離の、あ、でも中距離100ポイントだな。さすがに、なんか、ヒントレベルない状態でやるのは怖いな。なんもしないでおこうか。さあ、そして、いろいろ買っときましょう。では、これでレースに出ましょう。G3 です。京都ジュニアステークス。スピード5アップ。行き場人気30、あ、30までいけない。なんか20までがね、3つだからね、なんか30までから行ってしまったんですけどね、違うね、20までですね。さあ、行きましょう。17番、G3、京都ジュニアステークスです。2000メートルです。走っていきましょい。出遅れだ出遅れだぞ。出遅れるのは怖い。シュネコは出遅れるのは嫌だ。怖いよ。さあ、ちょっとヒヤッとしております。さあ、残り1400メートル。残り1200メートルになってきました。さあ、残り1000メートルになるね、なっていく。800メートル。さあ、間もなく、最終コーナーを回ろうとしている600メートル。現在5番手。上がってきました。3番手。2番手。400切った。ここでスキルを発動します。さあ、ここから速度上がっていく。どう ?200 通過。どうだ勝った勝ったぞ。勝ちましたよ。三馬身さあ。やりましたよ。一着です。そう、勝てましたね。不正的ポイントゲット。まだシルバークラスにはなれませんでしたね。惜しかったですね。あともう少し。さあ、 G3 連勝ですね。お、 G2 行こうか。育成グッズ追加、ありがとうございます。なんか褒められましたね。あ、噛んだね。褒められましたね。体力下がったけどスピードアップ20。そう、スピードが D になろうとしている。賢さ上げましょう。アップ賢さ7。そして、スクスタミナのやつもね、買っときましょう。はい。なんか、結構差があるな。なんか、上がってるステータスと、なんか、その差が激しいのでね。2%、シュネコは2%でも、もちろんやりません。やる?やろうか。よーし。よかったよかった。書きこそレベル、トレーニングレベルアップですね。3年ました。さあ、アップ、書きこそアップ。さあ、G1 だ。あ、G2 取り越しちゃった。G2 取り越しましたけど、あの、丸、あ、でも丸だ。20まであるね。出ましょう。さあ、G1、行きましょう。パワーアップ。一番人気。一番人気で G1 出ます。G2 は取り越しました。G2 なんて。G2 は一回も出てないけど。さあ、G1 です。G1。ホープフルステークス。行きましょう。中抜け場所、C1 2000メートルです。あ、スキル取るの忘れた。なんで今思い出すの。さあ、行きましょう。18人、4倍速です。 G1 ですけど、ちょっと4倍速で OK します。かかり、現在 1400m 通過。さあ、現在7番手の位置、1200。さあ、1000。
発着。現在7番手の位置、7番手の位置、6番手の位置、様子伺っています。現在6番手、6着メートルになるとしている5番手。さあ4番手、3番手、2番手、 D1 か、 D1 勝つか。さあ1番手、どうだどうだどうだ、2馬身差、おお勝った。あれ、G2 通り越しましたよ。一気に勝った G1、 1馬身差。あれ、ちょっとシュネコは驚いている。一着です、 G1 で。あれG2 通り越しちゃった、すごいよ。ポイント獲得、330ポイント。さあここでシルバークラスにランクアップですね。やっぱ G1 はファン数がなんかドカンと増えますね。ありましたよ、ありがとうございます。なんかシルバーがありましたね。 OK、 60ポイント達成。さあネクスト300。お、最優秀ジュニア馬娘選出、スキルレベルからスキルレベルアップ。さあ24ターン再びねやっていきますが、しかしまあ今回のパートはねここまでですね。ショップ、まあ、見ましょうか。あ、やったー、やる気のやつもあるぞあー愛嬌まで欲しかったあ、なんかリセット、違う、危ない。さあパワーアップ。はい、ということでですね、今回のパートはこんな感じで終わるんですけど、現在ステータスこんな感じですね。さあ D ランクが2つになりましたね。スピード D、 賢さ D。 さあパワーが E プラスで、パワーが E で、スタミナが F プラス、根性も F プラス感じですね。ちょっとバランスよく上げていくなら、スタミナもね上げていかないといけないかなって感じですね。スタミナ、根性ですね。スキル現在3つですね。ただもう取ってもいいスキルあるよねまあちょっとね、ここら辺あれスキルそんな取ってなくても勝てましたね。 G1 なんかいいのかいいのかなと思うんですけど。さあまあね、こういった、金色のスキルをねなんか取っていきたいなって感じします。はい、では今回の戦績見ましょう。お、6戦6勝、いまだ負けゼロですね。あ、そうか、今回全部勝ってるのかいやー、なんかこの画面に一着並ぶなんてなんか珍しいなはい、現在ね6戦6勝負けなしでね進んでいます。さあ、ランク以上の馬娘をね育成することはできるんでしょうかということで、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。次回もこの続きからやっていきますよってことで、この動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことで、さあまた次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。